ナマンダブツナマンダブツナマンダブツ本誌玄空明十字権略第二妊娠祭、えー、初春下旬第五日浄土に元気せしめけりナマンダブツナマンダブツ、えー、これから高僧和産第百十七集ですね玄空産第二十集についてお話をさせていただきますここがまあ 源空さんの最後ということになります高木和城の家紋で言いますと「林末漁以下」の8種の碁はさんの最後ということにもなります。しかし漁言って超自然的なスーパーナチュラルな話じゃなくってここはまあ非常に淡々と 五王女の何日亡くなりましたよということをね五、まあ、王女になりましたよということが示されております。これがですねだから高木和城もスッと言うてありますね最後に「えー、商人、えー、臨終の年次をあぐ」と。で退位もこれ非常にシンプルでして「建略2年正月25日」。 証、えー、人千家、えー、ありしことを示すということです。ねえー、それほどに、えー、こうシンプルなんで、えー、これまあまあせやけどね、えー、話は進めていきましょうシンプルに、えー、語ってくださっていますね。で、えー、これがですね、えー、読んでいきますとですね現代語訳を読んでいきますと。 「本師元空明十時権略第二妊娠祭」えー「初春下旬第五日浄土に元気せしめけり」「元空上人が命を終えられたのは権略二年正月二十五日のことでありこの日をもって浄土にお帰りになったと」と、ね、これ何回も読む必要もないかと思いますんで。 えー、権略第二つまり権力2年ということですよね。で、えー、妊娠さいうことやからこれ10巻12子でもこ間違いがないようにっていうかね改元んあのコロコロ行われていきますし年,年の途中でもコロコロ変わっていきますので分かんなくなっちゃうんでこうやって10巻12子60年サイクルを刻んでいって。えー 権略,に権略第二妊娠祭ですよと。で、初春というのは1月ということで、初めの春言って書いてありますからね、1、2、3が春で、で、4、5、6が夏で、で、3か月サイクルで、えー、その初めの春や世界から1月ですよと。で、下旬というのは、こう順有事はこれ一目、一回りいうことで、 これ受診法で言ったら一回りはの受診法やったら1日から10日までが上旬で,で11日から20日までが中旬で,で21日から下旬が始まる第5日やから25日やと初春1月の25日下旬第5日やから25日 でということですね。ここら辺はもう全然難しくないですね。本氏元君明十時、えー、法年上人があこの命の終わりというのは、この世の命が終えられたのは、えー、権力2年の、えー、1月25日ですせと。で、えー、浄土に元気、せしめ、けりやからね。木、えー、けりやったらけりは間接的な経験やから。 えねえー、越後においでになった親鸞上人はマクレベで、えー、この方を送るということはなかったんで後からそんなことを聞いたという間接的な話にな,ってくなるのでけりっていうことであると、えー、そういうことですねでそらさらっと書いてくれてはりますね、うんえー、例えばですねこれ80歳やから えこお釈迦さんと一緒やんけみたいなことやっぱ出てきますこれやっぱあの裁判指南書に出てくるいろいろ出てきますしまあ当然ねお釈迦さんと同じやからやっぱ法然省に、えー、おやっぱ同じ年いなくなってんいってねこういうこともありましょうしそれからこう馬の時いなくなったわけですから強情になったわけですからこれも一つのまあ何ていうかな 隣住、えー、の絆の一つなんだろうしご往生になった証明の一つなんだろうしさればこそ馬の時に非常にこ,うこだわりがあってでそのこだわりが例えば死んだ証人のご往を買って羊の時の午後2時ぐらいやったのをまあやっぱなんとかさるさる失礼馬の時にああの持っていこうとしはったのもやっぱ見えてきますんで馬の時は特別な意味があるんででもそんなことも全然関係なく。 書いてておられて淡々と、えー、このこう「元空さん」を終えられるそれはまた言葉を変えていくと「えー、高相場さん」を淡々と終えられていってるっていうことがこう見えてくるかなと思いますね。えー、そういうことですね。まあなんていうかな今いろんなこと考えとってね えこう西向きになくなっていったということをねえこれ西向き言うたこう北塚和城のおっしゃる通りで北枕でえそしてえこう右の側外になったら必ず西に向きますからそれがどうしたと思っていましたけどこれえお浄土の方向を向いて亡くなっていったんやなと思いその時にはえこの116のところでは熊谷連勝さんの。 坂、えー、さを回るをしゃべりましたけどよう考えてみたら親鸞上人もこの西向きっていうことを大切にしてはって、えー、これ、えー、略伝の中に収められてる浄土文類綬章の中に入ってます念仏昇進やったらね、えー、こう土初発が最方不可思議尊やからねやっぱこの西向きっていうことはこれとても大事なことなんかなとそんなふうに思ってみたりね そういった中でこれ如来涅槃の義を守るっていうのはね、えー、そういったこととやっぱ関連するところもいっぱいあるんやろうけどそんなことをさっぱり出さないでさらっとこうゴアさんをね玄、えー、空さん閉じられているそのさらっと収められているところが何とも言えんところやなとそんなふうに思います。で ですけれども、そういういさらっと収めてはるんだけれども、そうやけど、それ、結びが浄土に元気せしめっけりやからね、浄土に元気するって、お帰りになるっていうことですね。ねこれ、大事な言葉やな思ってね、うん。で、なんか、現状騒動ってね、<laughs> 今はさること、だいぶ昔に、えら、ー、こう、騒がれた時がありましたね。で、えー、浄土に元気するっていうことが、これが、 よう考えてみたらこう相和さんの締めくくりの言葉かと思ったら「元気する」って、ね、とても大切な言葉やな、ね、それは直接にはですよ直接的には法然上人はお浄土からおいでになった仏さんなんで,でお浄土においでになった人はお浄土にお帰りなら当然のことなんでだから「元気せ締めける」言って言われたってねほらまあねお浄土から来はってんさがお浄土に帰らはりましたわね <laughs> えー、そういういことになりますんで、それは別に不思議なことでもないんだろうけども「いや待てよこれ元気いう言葉これ、えー、本当にはどんな意味で使われてるんだろう」って。えー、こうで大蔵経のね作品見たらね大蔵経のデータベース見たらえらいたくさん用領があってとても私の手に負えるもんやないな思って諦めて調べてないんですけどもせやけどこう。 浄土真宗に関わるところで検索をかけていきますとまあ寮例が大変少ないと。で全、えー、道大師に関わるところで3か所出てきて往生要衆に1か所出てくるだけのことやからこれはまあ私でもすぐ分かると。で元気いう言葉そのものの意味をたどっていきましたらねこれまず勧業書序文義ゴンボエンのところですけどゴンボエンっていうのは要はですねこうアジャセがですね おやつさん殺そうと思ってね、餓死させたろうと思っていただいたときに、えー、お母さんがですね、おふくろさんがそのおやすさんのところで食べるものを運んどったものですが、えー、いつまでたっても餓死せんかったわけです。でそれがこう、アジャスが分かって、えー、こう逆上してしまって、あのー、もうほんならお母さんも切って殺したるって、こう刀抜いたところがですね、 えー、そしたら、えー、学校と義バという2人の大臣がそんなことしたらあげませんでて2人で、えー、剣を抜こうとして威嚇する前の世界この2人にはとてもかなわんということでねでアジャスは諦めてで刀を鞘に収めるところがこれ元気っていうことですね、えー、だからこれはあんまり関係ないすですで続きまして ほうじさんのにこういうふうに出てまい、えー、ります、えー。喜ばしきかなこの「よろしくこばしきかな」いうのはこれ慶応大学の「慶の字でね、えー、これは「狂気」のところですね、えー、あれと同じ「よろこばしきかな」。 まれ、えー、に自、えー「自家国」を聞くことを得たり「諸仏」「元気することをうと評判し」と評判したもうと、ね、諸仏」「元気することをうと」と、えー、評判したもうと、えー、こういうことが出てきます。これ「法事三関下」えー「天行文第14」「段言」とかですね。 えー、七祖編注釈版で570ページのとこですのねまた見てみてもろたらええかと思うんですよ。ねえー、それを今読んだところもうちょっと文脈がはっきりした方がいいと思いますんで現代語訳で文脈ずっと読んで文脈が分かるように読んでいきますね。 えー、釈迦如来が我ら凡夫のためにこの世にいれて縁に従って法を説き時と今期に応ずることを証明される、えー、時と今期とが相応ずれば法を聞いてすなわち悟り説のごとく修行して疑わず七日の間証明して、えー、他の思いを交えず 交えず他の念を交えず、えー、心身、えー、予約して悲喜の心を起こすまれに自分の本国のことを聞いて書物の証明によって本国に帰ることができるのを喜ぶ、えー、大主は心を巡らして往生を願い手に工芸を取って常に、えー、供養し奉ろう。ね もう一回大事なところだけもう一回読みますと「まれに自分の本国のことを聞いて仏の証明によって本国に帰ることができるのを喜ぶ」ということですからここは浄土に往生するという意味で「えー、元気」という言葉が使われてると,、ね、ということですね。で、えー、続きまして。 ええ、法事さん歓迎ですわ。ああ、失礼、ごめんなさい。何を言うと。ええ、間違えました。すいません。ええ、つい半寿さんですわ。で、半寿さんのですね。しょうさん、かんぎょうさん、ええと、ええ、恵方さん。これはね、七百四十六ページですわ。七祖天の注釈版のね。で、そこの。お くぼ本元気することを常磐したもと言ってね2行目やけど、えー、これ「十方の如来舌を述べて称してくぼ本元気することをう」と評判したもと言ってね「舌を述べて」っていうのは仏の説くところが小盲でないという称状の意を示す十方の如来が。 えー、自分の解くところは全く嘘偽りじゃないということを、えー、明らかにするっていうことが、えー、舌を述べるということで,で舌を述べて自分あの間違いないよと証明してくださるで「ぼ盆元気することをうと」と、うん、定めて判知多毛で常盤したやからぼ盆というのはぼ盆常盆上昇から下盆下昇までぼ盆の気類が全て浄土に往生することができると 証明してくださるそのくぼんのきるつまり私たちがですね下凡下升も含まってやから私たちが浄土に往生することができるという文脈で元気という言葉が用いられてますよということですね。<laughs> そういうことです。であともう一箇所ございましてこれがですね えー、王上要集で、えー、あります。王上要集関げ、えーえー、念仏理訳因、えー、霊関心ということで、えー、これはあ七祖編注釈版のお一千トンで八十七ページです。何、え、時、ー、仏語を保ちて広く未来のもろもろの修業のために解けと。 見たこれを解き終わりておのおの光明を放って本国に元気したまいきと本国に元気したまいきと書いてあるぐらいですからこれはもちろん仏さんのことなんですけどまあ文脈をね分かってもらうためにちょっと前後のところも含めて読んでまいりましょう。 逃亡妙輝国の足首物とはすなわち第一の備句のことであり南方漢儀国の包装物とは第二の備句であり西方極楽国の無領寿物とは第三の備句であり北方蓮華称号国の未明称物とは第四の備句のことであるこのように告げられてからこの四物は私物はそれぞれ右の手を差し伸べて阿南の 頂きおなでそなたは仏語をもって広く未来の多くの人々のために徳が良いと告げられ三度仰せられた後にそれぞれ光明を放って本国に帰り保もうたのであると。 ね、ちょっとなかなか読みすぎたかもしれませんがまあ文脈はこれはっきりと分かっていますね仏さんがそれぞれの仏心に帰らはったっていうことだから、うんえー、ここはまあだから法然上人がね、えー、阿弥陀さんのところからに来った、えー、お浄土から来ったお浄土に帰らはったっていうのとここはぴったりと合いますね「元気」という言葉がね。で「刀,さない刀をさに収める」っていうことなんかは。 まあまあ関係ないものとして元気いう言葉はこのようにですね主生、えー、が浄土に往生するという形で用いられる場合と仏さんがその仏国堂に帰っていくという形で用いられる場合とあってでだから現状論争がいろいろあったのでありましょうけれどもまあその辺かの。 言う言葉の妖霊、えーね、は心に留めといてもろってでこの七粗編のこここの何箇所4箇所かだけが元気っていう言葉のも元,、うんね、元になってて先ほど言いましたけれども、えー、大蔵経を見ていったら山ほどあるんやけど、えー、注釈板および七粗編注釈板の中ではこんだけのことなんで。 まあ、そういったことを含めて最後の元気した、まえー「元気せしめけりか」えー、というこの4行目の「元気」っていう言葉を「お浄土にお帰りになった」っていうこの「元気」いう言葉の意味を、えー、こうね学ばしてもろて皆さんにも聞いてもろたということです。で、えー、続きましてですね北塚和尚のご指南を仰いでまいります。 現代語訳です本誌元空承人の明獣の時とは建略2年1月25日に浄土へとお帰りになったのであると、ねえー、そして講読のところも読ませていただきますこの5話さんでは元空承人のお浄土に、えー、お帰りになられた期日が記されています。 権略第二妊娠祭とは西暦では1212年になります。権略は淳徳天皇の時代では2年しかありません。西暦1213年は同じ淳徳天皇の時代でも憲法に改定されて、改元されています。古い日本の暦では、 えー、言語に合わせて実感と十二子の組み合わせによる、えー、実感と十二子の組み合わせによるえとを用いて表記しますのでこの年はですね「えー、水のえ去る」ということになります。 またあ初春とは旧暦の1月のことです。従って1月下旬の第5番目の日、西暦1212年旧暦の1月25日に、元空上人は80歳でお浄土へお,お帰りになったのです。流刑の地より京都に帰られた2か月後のことでありました。 当時親鸞承認は40歳でしたが後にその時のことを協業信証御所に述べられます空師並びに弟子等諸法の編集に罪して5年のを経たりき皇帝佐渡の院意味な森なり正代権略可能と羊の年四月の中旬第7日に 直面をこむりて樹落して以後、空、落葉の東山の西のふもと、鳥辺野の北のほとり、大谷に伊玉行き、同じき二年、水の餌猿、陰月の下旬、第五日、馬の時に入滅したも、気づい正月べからず、別殿に見えたり。 玄空上人は京都にお帰りになってすぐにお浄土に帰られたのです。いかに流罪がご高齢の身に応えたことでしょうか。ところで親鸞聖人は晩年生ま,れた生まれ故郷の京都にお戻りになられます。その理由についてははっきり分かっておりません。ただし私は次の閣女上人の御伝承における親鸞聖人のご臨終の姿が。 あまりにも元空商人のそれと似ているので新壇商人は元空商人のお城戸へお帰りお帰りになった場所で王女を迎えたいと思われたからではないかと考えていますね、元空商人が城戸にお帰りになったその場所で王女を迎えたいと思われて新壇商人がおかえ京都に、えー、帰,帰らはったんじゃないかとお考えであるということです えー、第8日つまり11月28日、えー、馬の時頭北免罪右京に、えー、伏したまいてついに念仏の意台湾。えー、なお同じ御伝承の記述によれば親鸞上人のご遺骨は元空上人の最後におられたところに納められたとされます遺骨を拾いて同じ木山の麓 鳥の北のほ,ほとり大,、ね、大谷にこれを収め終わりぬと言ってね、うん、やっぱどこまでもやっぱり法然上人を慕ってえ法然上人の宮戸を、ねえー、追うようにして生きておいでになった、えー、法然上人に帰って、えー、生きていこうとなさった。ねえー そういうい親鸞承人の姿勢みたいなもんその通りかなというふうに教えていただきます。で今日のごはさんがでこれ元空承認のお話終わりましたんで従いまして決議ということで国宝本そして文明本ともに以上元空承認ということで決議がございます。あそれに先立って えー、テキストの問題を申し上げますと、えー、これは文明本国宝本で好意はなくで誤、えー、作文を国宝本だけ申しておきますと「えー、妊娠祭」2行目ですね、えー「水のえ猿の年」えー、そして「蘇春」えー「大」「失礼」「蘇春下旬」のとこですね これ正月なりかあだから蘇春のとこだけね蘇春のところの誤作に、えー「正月なり」というふうにございます。ね、そして「えー、以上元空承認」といって決事がありましてここからは、えー、国宝本と、えー、文明本で大きく分かれていくところなんだけれども えー、以上七構想和算117種、えー、これも文明本そして、えー、国宝本もこれ以上こ、えー、構想和算117種、えー、そこからですわここからが違いまして。 この以上七構想和一117種までは一緒ないけど失礼しました。であとはこう国宝本では三田和さん構想和ん都合225種法治第2って言ってこう年季があってここから明日はまたお話をしますけどこう法治第2母親祭初,初月下旬第1日 釈診断七十六歳これを書き終わんぬ賢者の人は必ず生も阿弥陀仏と殿おべしこれで国宝本は終わります。で、えー、そして文明本では以上七構想和算ということでこれがあそこからあと五和算が二種ございます。で えー、そういったことで、えー、2種ありますが2種とあとさまざまなことが書かれていますがこれ言うたらこれまた明日しゃべればいいと思いますから、えー、この「以上七構想は3」以降のところについてはまた明日お話をさせていただこうと思います。で今日はあくまでも「元空承認」のところで、えー、こう終わりましたよ「以上元空承認」といって決字のところまでで。 まあ一応終わらせてもらって、えー、ちょっとちょっとだけ次のところ、次回のところにちょっと触れておきました。うん、中途半端に終わり終わり方やったかもしれませんが、それはちょっとご勘弁願いたいと思います。すいません。今日はこれで終わります。